皆さん、こんにちは、大樹です。今日は、えー、スペースモデルコーチングのどこで使ったらいいんですかという質問に答えるビデオなんですけど、目線切り替えマップっていうね、僕が作ったフレームワークを使って説明しているので、えー、それについてもスペースモデルについてもよくわからんという人は、えー、他のビデオでぜひあの、目線切り替えマップについてとか、スペースモデルについてとかも、えー、学んでいただけると役に立つんじゃないかということですが、まあ、初めての方でもな何かは伝わるように頑張って説明してみたいと思います。では、レッツゴー。 えっと、まずこのベースになってるね目線切り替えマップっていうのからいきましょうかこれ僕が作ったコーチングのフレームワークであのこのね、えー、現在で過去マイナス過去プラスそれから未来マイナス未来プラスで未来プラスプラスで、えー、6つですよねそれからあとは俯瞰っていうのとそれからまあ異なる世界線っていうのと、まあ、この8つのエリアを覚えておけばこれでコーチングができますよっていうことなんですよね。 で要はこんな感じ。なんか、ここ今、コーチとクライアントがいる、今この瞬間現在ですけど、ね、で、えっと、クライアントは、実は、何か、過去にというか、これまでにね、えー、なんか、このまんまの状態じゃ嫌だなとか、困るなとかね、何か変えたいなっていう、まあ、問題、課題とかね、何かを持って、コーチのところに来るわけ。だから、過去マイナスってね、あのそれのこと呼んでますけど、なんか、 こういうの嫌だなっていうのがあってこのまま行くとねいい未来に行けなそうな気がするからコーチのところに相談しに来てる。ね、でだからコーチの一つの仕事は実際何が起こってて何が気に食わんのかとかね何をどうしたいのかっていうことを確認したりすることなわけです。であのただコーチにとってね最も大切なのはやっぱり未来どうなりたいかだからねそれがここのエリアなんですけど。 じゃあ今ね、なんか気に食わないこととか嫌なこととか困ったことがあるんだけど、それがどうなればいいのってね、この未来のプラスの側面、こうなったらいいなっていうのをしっかり聞いてって、で、そこに向かってどんな行動、何ができるんだろうって考えるのが、まあコーチングのお堂なんだよね。で、グローモデルなんかだと、ね、ゴールは何ですかね、ゴールに対して今できてること、ね、過去のプラスというか、まあうまく今、ここまでで言ってることだよね、何ですかっていうことを聞いたりしながら、ね、 じゃあこの今できてる部分とそれからね未来欲しいものとのギャップを行動によって埋めていくみたいなことをねあのしていくわけですけどでもう一個大切なのがなんか今のこの現状がこうなったらいいっていうのを超えてねほんとさらにこうなっていったらいいんだとか究極これを求めてるんだとかねなんか現状発想だとねこういうゴールを描いちゃうけどその先で本当に欲しいのはこれだっていう。 あの未来のビジョンみたいなものねあのこういうものがイメージができるといいんだよねだからまあなんかコーチとしてはねクライアントがねなんか現状の課題とかねなんか現状変えたいんだって言ってきた時にねじゃあどうなったらいいの、ね、でその先さらにどうなったらいいのみたいに行くこともあるし逆にねなんか現状困ってる時にじゃあ未来のマイナスこのまま行くとどうなりそうなの、ね、そうじゃなくてどうなったらいいのその先で本当に望んでるのは何じゃあまずは 何を目標にしようか。で、そこに向かってすでにできてることなんだろう。ね、で、えー、じゃあそれ活生かしながら、どんなことやっていったら、このね、ゴールに向かって進んでいけるんだろうか。ちょっと今日はこのね、両脇のエリアの話は割愛しますけれども、まあ、あの、こんな風にね、エリア分けがされてて、で、コーチはね、 今どこのエリアを話してるのかなとかね。で、次どこの話をしてね。で、さらにその次のどこの話をしてったら、コーチングの時間内で、クライアントに役立つようなね、あの、ことを考えて、整理がつくのかな、なんていうことを考えながら使っていくとね、あのいいマップで、あのこれが頭の中に入ってると、コーチングすごくしやすくなると思うんで、まあ、よかったらあの活用してください。で、スペースモデルっていうのは、あの、これのどの、 エリアでも使えるんだよねで、例えばゴールね でゴールの時に S 私はどんな人といるんだろうどんな人と一緒にいてそしてどんなことを考えたりどんなことをイメージしたりどんなことを信じてるんだろう C だよねでどんな心の状態 E どんな体の状態 P でどんな A 行動してどんな結果になるんだろうかっていうことをね一個ずつ考えてみるとゴールも具体化されるしねそれと比較する形で例えばね今なんか困ってる時って誰と一緒にいて S ねどんなこと考えてね でどんな心の状態ででどんな体の状態ででどんな行動してどんな結果になってそれが嫌だって言ってるんだろうかねでそれと比較してなんかうまくいってる時とかね瞬間とかっていうのはねど誰と一緒にいてねこ役に立っこう職業こと考えてみるとこの差分のねあの違いの分析とかができるからでそこであそうかこんな風にアプローチすればいいんだとかね未来に行くためにはこんな人と一緒にこんなこと考えてこうすればいいんだみたいなことがあのいろいろ出てきそうだよねヒントはね。 で、えー、みたいなこともそうだしね。あと、まあ、普通のコーチングで言うんだったら、グローモデルでゴール作ったら、ね、ゴールに向かって行動は作ると思うんだけど、行動だけじゃなくてね。え、だけじゃなくてね。どんな人ですね。どんな環境の中にいたらゴールに向かって進んでいきやすいだろうね。でどんな風に考えられたらゴールに向かって進んでいきやすいだろうね。そのために何ができるだろうね。どんな気持ちでいたらとか、どんな体の状態でいたらゴールに向かって進んでいきやすいだろう。そのために何ができるだろうとかね。こんな風に考えてみると、 あのすごく、ね、コーチングの解像度がね、えー、上がっていくんじゃないかなということで、まあ、ぜひ使ってみたらいいんじゃないかなということですこんなイメージを持ってぜひねコーチングいろいろ工夫してみてくださいということですそれではまたバイバーイ